話すところは蒲田周りさぬき永田亮太選手にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今シーズン新加入の永田選手は京都府出身のミッドフィルダー。正確なキックでの展開力が持ち味。3月の大分戦では開幕戦ゴールを決めました。まずは香川での生活について伺いましたよ。何も不自由なく生活してます。はい、以前群馬で生活されてらっしゃって、はい、まあ、比べるというかなんか違いってあります？まあ、香川の夏が今からどうなるか分かんないですけど、まあ群馬も暑いんで、はい、暑さには慣れてるんですけど、うん、まあ香川どうですか？暑いです。香川は結構ジメジメするかもしれない。あ、ジメジメは僕あんま好きじゃないんで。あ、よくないですか？はい、これからちょっと慣れるように頑張ります。あと重大なことがあります。水不足がすごい夏は。あ、そうなんですか？重大な問題なんです、香川県は。だからこんなに池があるんですか？独特の雰囲気を持つ永田選手、チームにはすぐに馴染めましたか？結構ガツガツ来る人がいるんで。誰ですか？まあ、下でいうと涼河とかがどんどん上にボコボコ行ってくるんで。結構男性離れてますよね。涼河は誰でも行くタイプなんで、うん、そういう選手がいるからやっぱり入りやすいっていうのはありますね。永田選手自身はどういうタイプですか？自分からこう話しかけたりするタイプですか？いや、僕は話しかけない方だと思います。あ、ふわっと入るタイプ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。はい、気がつけば入っときゃいいなっていう感じで入っていくんで。いいですね、自然体ですね。はい、自然体でいきます。はい、そして初めてお会いした時に私がすごく印象に残ってるのは笑顔が武器ですっていう、はい、おっしゃってましたよね。これはもうずっと言ってるんで、はい、練習中も笑ってるし、うん、笑ってました。たまに試合中も笑ってるんでそれは見るから あんまり笑顔が好きじゃない人から見るとちょっとイラッとされるんですけど、そこは困ってます。俺はこういう人間やと公言してしまおうと。はい、公言して。その練習中にや試合中に笑ってるのは意識して笑ってるんですか、それとも自然に笑ってるんですか？いや、自然ですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、たまに意識します。うんうん、やっぱしんどい時、うん、しんどい顔をすると相手もつけ込んで、うん、どんどん来ちゃうんで。あ、なるほど。逆に余裕あるよっていう見せると相手もあれって思うかもしれないんで、はい、そういうのは意識してます。じゃあそういう試合を離れたオフの時も笑顔には自信があるんですか？それはそれどうですかね。そして永田選手といえば開幕戦でのこのゴール、これまでのご自身のプレーを振り返ってもらいました。やっぱり開幕は絶対大切な試合だったんで、うん、まあ、みんなも気持ち乗ってたし、まあ、そういう試合で点が取れたっていうのはすごく自分のためにっていうか、うん、まあ、チームのためにもなりましたし、まあ、あとヴェルディ戦もすごく負けが続いてて、僕も怪我してしまって、申し訳ない気持ちが、どっかにあったんで、それが乗ってくれたんかなと思います。こうお話ししてるとこうふわっとした印象がすごいあるんですけど、はい、やっぱりこう熱くなるんですか？いや、毎試合熱くしてるつもりなんですけど失礼します。それはあんま、はい、どうなんですかね。僕の中では出してるんですけど、あんまみんなは感じないみたいなので。一生懸命さは伝わります。はい、でもなんかこう柔らかい感じがするんですよね。たまにすんごい顔してる時あるんで、うん、あ、そうなんですか？試合笑顔忘れてる。それはあんまり調子良くない時なんで。じゃあ笑顔の永田選手の方が調子がいいんですね。はい、調子がいい。わかりました。じゃあ、わかりやすい。そこじゃ注目します。はい。はい、あとプレーで自分のここを注目してほしいっていうところは何かありますか？やっぱりボランチとしては、ディフェンスしっかりやっていく部分が多いんで、まずそこを意識してやりたいと思いますし、あとはもう、長い距離走ってカウンターっていうのは、やっぱボランチも出ていかないといけないと思うんで、そういうところにチャンス絡んでいくのが僕の武器だと思うんで、どんどん顔ボールに顔を出していきたいなと思います。なんか最初に当初にインタビューさせていただいた時に、そういうプレーをするためにもっと選手の癖をいっぱいいっぱいしていきたいっていうふうにお話されてましたけど、もうだいぶもう4ヶ月なんで、うん、もうみんなのことは
性格も だいぶ分かったんで、はい、それなりにみんな好きなプレーなり嫌いなプレーが分かったんで、うん、それはもう大丈夫です。分かりました。完璧です。分かりました。期待してます、はいはい、さあそして今週末6月21日はビフォーアレン長崎とここホーム県立丸亀競技場で対戦します。長崎選手ファンの皆さんにメッセージお願いします。長崎はやっぱり強いですけど、僕たちは粘り強く守ってしっかりカウンターで勝ち点3を取りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんスタジアムで選手の皆さんに大きな声援を送ってください。今回は蒲田マーレさん抜き中田亮太選手にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。